あるので頭の中でこれから今整理をしようかなと思っているところです。はい、もうパニックしないように頑張ります。とってもまあ、いい作品なのでね、これを全国展開できるようになりたいなと思います。楽しそうな笑い声を聞いたときは胸が張り裂けそうだったわ。今日は本当にね、皆様お足元の悪い中、こうやってお忙しい中お越しいただきまして本当にありがとうございました。
今回は特に牧雄子の演歌ミュージカルというのにふさわしいお芝居、そして元歌謡賞の方もデビューして27年目になりますけども、そんな牧雄子のいろんな歌を皆様に聴いていただこうと張り切ったそんなコンサートでございますので、また今後とも皆様何かまだ機会がございましたらぜひ見に聞きにいらしてください。